プロになって稼いで社会貢献する、プロになる仕事をすればお金を稼ぐならプロです。プロ意識があるかどうか、もしうまくいかないならプロ意識の欠如かもしれません。サラリーマンならサラリーマンのプロ、公務員なら公務員のプロ、社長なら社長のプロ、商人なら商人のプロ。プロとは何か、その道の鉄人です。商人ならお金儲けのプロです。時代に合わせてお金儲けをする人が商人です。しっかり稼いで社会貢献、どの道でも。プロになると守護霊の上に指導霊がつくので、うまくことが運びます。プロになってしっかり稼いで、福祉を支え、国家を支える、誇りを持ってプロになりましょう。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。YouTube はあなたが無料で広告できる最高の集客媒体になることをご存知ですか？そうなんです。無料でできる最高の広告媒体になるんです。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。